俺の名前はキトジョージ。ここはインドネシアのカリマンタン島。赤道直下、年中30度超えだ、英吉。溶けるような暑さとはこのことですね。地球の神秘を追い求め、世界を旅する秘境ハンターだ。秘境とはこの星が長い年月をかけて生み出した奇跡の姿だ。これを写真に撮って知恵に送ろう。佐竹、リュックが燃えてるぞ。え？どれほど危険があろうとも一見の価値があるのだ。だが旅の危険というのは何も自然ばかりではない。悪魔の使い、血を抜け、血を抜け。うわー、違う。スバンサダケ。現地の人間そのものが脅威になることもある。だがそんな危険に対して無論対策はしてある。今回の目的地は密林の奥地、危険満載だ。なるほどですね。でもまだ見ぬジャングルの生物、楽しみです。最強のボディーガード、それがこの男、赤木英吉だ。この赤木一族の歴史は深く。お神の命令、反逆者は皆殺し。かつては幕府に雇われ暗殺部隊であった。その暗殺術は現代に至るまで継承される。手首の使い方が甘い、実戦なら死ぬぞ。はい、父さん。その末代が英吉だ。英吉は強い。俺も数々の猛者を見てきたが、とてつもないレベルだ。この男、意外と綺麗な顔をしている。日本古来の武力を彼が引き継いでいるのだ。そんな英吉と旅するのはインドネシアにあるカリマンタン島だ。この国に来た理由は一つ、何でもこの島の奥地には赤き竜が舞う湖があるというのだ。さて、異国に来たらまずすべきことがある。うむ、通の匂いがする食堂だ。まずは気食でございますね。そう、気食をハントすることだ。現地の特殊な食を知ることこそ気食ハンターの使命なのだ。おお、こいつがあるのか。一度相まみえたかったのだ。はあ、そいつを頼んだ観光客は初めてだね。奥に下がった店主が持ってきたのは実にハードな気食。ほらよ、担当食べな。これがその正体が、これがウツボカズラ飯か。食虫植物にただ飯を詰めた代物、まさに気食だ。なんという圧力よ。なんか表面が怪しく光っているんですか。米の詰めやすさだけは認めよう。さすが昆虫の命を奪ってきただけはある。だがこの国にはもち米をバナナの葉で包み炊いたレバンという伝統料理がある。つまりこいつはバナナの葉っぱの代わりにウツボカズラの捕虫袋を使っただけよ。全然違う感じがする。英吉、これぐらいでビビるようではまだ若い。半端じゃない抵抗感。しかし、こんなものにひるんでは気色ハンターが名乗れるか。いただかずーら。食虫植物を食う人。だが口に入れてみると、うん、独特のぬめりがあるが、歯の風味がココナッツの香りに相まっている。美味しいですね。見た目に反して思わぬビビであった。こいつは山岳の民族が食べていた料理で、山歩きのお供として生まれたんだ。なるほど、日本でいうおにぎりか。さて、腹も満たした。センタルン湖はこの密林の中だ。英吉、鬱蒼としていて視界が悪いですね。僕が先を歩きましょう。あとは目的の秘境を目指すだけ。そうして道なき道を歩み1時間。英吉、ここらで小休止を挟むか。そうですね、そろそろ。その時だった。あ、鬼頭さん、止まってください。ん？視線だ。それも一人じゃない。突然英吉のまとう空気に緊張が走る。その次の瞬間、息が止まるほどの勢いで、鬼頭さん、すみません。ほほー、後ろ襟を英吉に引っ張られる。そして先ほどまでいた地面に。やはり投擲用のものか。ふ、物騒な長物が突き刺さった。これは一体、地面をえぐっている。刺さったら死んでいたぞ。鬼頭さん、下がってください。だが英吉の目線は一点を見つめている。その視線の先にいたのは。お前らは何者だ。ここは俺たちの土地、許可なく入ることは許さん。敵意をむき出しにした険しい表情の男二人の姿があった。知らぬ間に部族のテリトリーに入ってしまったのか。待て、君らの生活に踏み入る気はない。俺たちはセンタルン湖に。黙れ。そう言ってお前たち都会のやつは自然を壊す。そして興奮した彼は、この森から出て行け。再びこちらへ槍を投擲した。部族で鍛え上げたのか。ムーン、その狙いは正確だった。しかしその刹那。おお、私たちは敵ではありません。どうか話を聞いてください。英吉がその槍を掴んで見せたのだ。
しかしその光景を見ても敵じゃないって信じられない。槍はまだ2本ある。くれ。彼らは攻撃の手を緩めない。これは仕方がありません。貴重の槍ですが申し訳ない。そう言うと栄吉は懐へ手を差し込む。そして栄吉は腕を振り上げる。破片に気をつけてください。おお、手に何か握られていたのか。槍は粉々に砕けたではないか。そして栄吉は言葉を続ける。これは鉄線、扇に擬態した暗器。身を守るために使いましたが、まだ攻撃を仕掛けるようでしたら申し訳ありませんが、正当防衛として一撃打ち込まさせていただきます。彼らは栄吉の凄みに押されたのか。槍を恐れないのか。なんて勇敢な奴だ。すっかり戦意を喪失。無断で君たちの土地に入ったことは謝罪する。だが俺たちは湖が見たいだけなんだ。え、密漁者じゃないのか。密漁？彼らが殺気立っていたのはどうやら理由がありそうだった。その時さらに奥の茂みから人影が。アジアの人、早とちりしてすまなかったな。むん？出てきたのは。私はこの森で暮らすイバン族の長をしておるものだ。多くのシワがこの土地の歴史を物語るような存在感を放つ老婆だ。だが彼女の表情は暗い。私たちは湖を守る民でもあるのじゃが、最近やからが勝手に侵入しては湖の生き物を盗んでいくのじゃ。やめてくれと忠告しても文明の力で攻撃してくるんだ。なんと窃盗のみならず暴力も。彼らの体には戦った跡か大量の傷が刻まれていた。俺たちは湖を荒らさない条件で見学の許可をもらった。あんたたち密漁者には気をつけな。あいつらには血も涙もない。そんなに凶暴なのか。ああ、やつらが来なければ息子だってまだ生きていただろう。そうつぶやいて首飾りに触れる老婆。察するに息子さんの形見なのか。そうしてセンタルンコに到着した我々の目に飛び込んできたのは。でかい。これが赤い竜なのですか。おお、すさまじいサイズだ。湖面を染める赤い魚影。赤い竜様、別名はレッドアロアナっちゅうらしいわ。赤く輝く鱗に雄大な泳ぎ、竜の異名がつくのも納得だ。アロワナは観賞魚として人気の高い種類だ。ようやく手に入れたぜ。この美しさ10万しただけはあるな。そして生息地で体色が変わり、赤い色は特別珍しく一部の湖しかいない。それゆえに破格の高値で取引される。大きなものなら3桁はくだらない。だが生物をそんな風に扱うのは人間のエゴだ。全くその通りですね。湖で悠々と泳ぐ姿が一番綺麗だとなぜ思えんのだ。彼らとて狭い水槽より大自然で生きていたいのだ。すると部族の面々は。わしらは辺りを見回る。見るのに飽きたら教えてくれ。歩き出していった。物思いにふけりしばらく湖面を眺めていると。紀藤さん、モーター音がします。モーター音だと。そんなものがこんなお口に。むー。湖の奥の方に浮かぶは一隻の船。あれは船か。なぜこの湖に。紀藤さん、さっき言ってた密漁船かもしれませんね。よっしゃ、大金が泳いでるぜ。今日は根こそぎ行くぞ。湖の真ん中で動きを止めたその船。よし、電流を流せ。レッドアロワナじゃん、カモン。そして男は金属の棒を湖面に突っ込んだ。待て、まさかあれをやろうとしてやがるのか。待て、やめろ。俺は叫ぶしかできなかった。次の瞬間、湖面がうねりを上げる。ヒュー、死なないでくれよ。大丈夫、俺たちは効率重視だ。これは電気ショック量。一時的に魚を仮死状態にしてさらい上げる方法だ。そして湖面に力なく浮かぶレッドアロワナ。祭りだ、祭りだ、大量祭り。うん、なんか岸辺に人が嫌がるぞ。それを奴らはどんどんとかっさらっていく。すると密漁者たちはなぜかこっちに来た。おい、あいつら日本人じゃねえか。日本人って金持ちなんだろ。こんなお口だ、買っちまうか。どうやら奴らは魚だけではなく我々も標的としたようだ。密漁者のゲビタカオだ。貴様、それはまさか。これか。だがそれよりも気になったものがある。船を出そうとした時通過がってきたババアがいたから防護して奪ったんだ。これ本物の金だ。売ったらそこそこになんだろう。あの老婆から奪った。この男はそう言った。こいつらは真の下道だ。ふざけるな。この地のルールを破り罪なき者に暴力を振るうなど許されるはずがない。
だがこいつらは聞く耳を持たない。はあ？てか別に許される必要なんてありません。てかお前勘違いしてないか。とりあえず有金全部出せ。その時栄吉の空気が完全に変わった。あなたたちはどういう教育を受けてきたんでしょうか。人の道に外れています。この赤木栄吉、下道に容赦するほど優しくありませんよ。そして奴らが手にしているのは、何言ってんだてめえ、魚みたいにビリビリにしちゃうよ。てか金は感電させてから奪った方が早いな。棒状の強化スタンガンだ。そして次の瞬間、確かにそうだな。うーん、船を飛び降り襲いかかってくる。その時、君たちはもう一生離さなくていい。栄吉が血を這うような低い声で土器をあらわにした。次の刹那、壊してあげます。手中に何かを握り込んだ栄吉の腕は密猟者へ向けられた。そして銃声が耳をつんざいた。暗記握り鉄砲、下道すぎて躊躇なく撃てました。冷静に語る栄吉、これが殺しの一族か。顎を撃ち抜かれ、奴は顔が破壊された。だんだん日本人のくせに銃なんか持ちやがって、クソだれ、ぶっ殺してやる。だがもう一人が栄吉に襲いかかる。それに対し栄吉はカウンターで、君も二度と離さなくていい。鉄線で顎を完全に破壊した。悶絶する男を前に栄吉は、返してもらう、これはお前のものじゃない。首からネックレスを抜き取る。そして奴らに怒りを突き刺す。それとおばあさんはどこだ。殺したのか。殺してたらお前も殺す。殺してない、感電させただけ、助けて。その後すぐ老婆たちを探しに出た俺たちは、ぐない、おばあさん、意識を失っていたみんなを解放。あの圧巻から取り戻しました。すみません、こうなる前に助けられず。ああ、ネックレス、よかった。その後みんなを病院に運び、圧巻は警察に突き出した。こうして今回の旅は終わった。鬼頭さん、どうして金のために他の生き物を踏みにじれるのでしょうか。徳の低い人間の私利私欲だ。その事実がたくさんの生物を絶滅させてきた。人間は罪深いのだ。だが腐るな栄吉、自然を守るために立ち上がるあの民のような人だってこの世界にはいるんだ。今回の動画はここまでだ。俺は次の旅の準備をする。